皆さんこんにちは、みずきあおです。今日は1日ビログをお送りします。今友達と待ち合わせをしていて買い物に行くので車を運転して買い物をしに行きたいと思います。ということで今日も1日レディゴーブイーンで綺麗に言いたかったけど、あの全然赤信号なんでまだ進めないという。はい、で今日の新商品のミスドが発売されてる。絶対逆やな喋り方。ミスドの新商品が発売、レディゴー、はい、ミスドの、ね、新商品が発売されているので、ちょっとねそれもね見に行きたいなと思っています。合流しました。なんだなん見て、あ見てついてころ、見て伊達メガネさちょっとさずれてない、ちょっと待ってくれ、ずっとずれてたね、なやってありがとう、ありがとうございます。なんか絶妙にマスクの加減ずれてるのかな、そのまま1キロ進みます風になびかれるちょっと後でダイエ行ってお昼ご飯を買ってきます。かわいい、イエーイ、お昼ご飯。今日は友達の家でみんなでご飯を食べます。心配した、間違えた。でも考えてなかったら、お肉の衝撃でもさ。ミスド。じゃんけんでさ、みんなでどれ食べるかやろうや。せーの、最初はグー、インちゃん、ほい。せーの、最初はグー、インちゃん、ほい。よっしゃ。チョコ食べたかった。食べたかった。何でもいい。何でもいい。いや、一口だけあげや。一口だけな。何しよっかな。じゃあ、やっぱキャラメルかな。でもこれも気になんねんな。キャラメル、絶対出るこれ。あ、ほんまに？うん、これさ食べたいからさ半分しようやみんなで。うんうん、はい、さつまいもはみんなで仲良く半分しました。そしてパイを一人ずつ食べたんやけど、これみんなめっちゃ美味しいって言ってた。これもう本当に美味しくて、周りがパイ生地でサックサクで、中がクリームっぽいキャラメルがトゥローって出てきて、もう最高のおやつ時間でした。で今いるお友達は幼馴染で、小学校も同じ学校だったり、中学の頃は登下校をね3人でしたりとかもしていました。それぐらいとっても仲いいお友達です。それでたまにこうやってみんなで集まってご飯を食べたりとか、一緒におしゃべりしたりしています。マジでリアルなゆるい感じをお届けできているのかなと思ったりしています。ママミーや友達とゆっくりおしゃべりしたりご飯を食べたり、とっても楽しかったです。帰ってきました。少しだけねお買い物してきたので、ちょっとだけ紹介します。カルディで買ったのはアイスティーとトブラローネのチョコレート、ハニーバターチップス買ってんけど、このハニーバターチップスとこのトブラローネのチョコレートは、なんか中国のドラマ見てたらめちゃめちゃこれが出てくるんよ。もう女の子がひたすらもうなんかこうやってもうカップカップ食べたりとかで、男の子はひたすらこのチョコレートが大好きって言ってて、ちょっとそれがね、あの写真撮りたくて買いました。これは何気で食べるの初めてやねんの。で定番の昆布茶、昆布茶オリジナルにした今回は。美味しい。ちょっと片付けてその後ライブ配信をねしようと思います。バイバーイ。はい、ということで皆さん見ていただきありがとうございました。もう本当にリアルな一日の日常ビログでした。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。あ
ちなみにエンディングは撮り忘れて別撮りです。バイバイ。